2020年、はい、ダイワ春の新製品ということでですね、今回、ライトバッグが久しぶりにモデルチェンジなんですね。はい、はい、野村さん、これどんな感じですか、ラインナップ的には。ですね、はい、大きく言うと3点なんですよ。はい、まあ、竿ケース、ロットケースですね、はい、でバッグ、バッグですね、はい、スタンダードのバッグ、クッション、クッションなんですね、はい、でこの3つが、1つの、まあ、セットなんですけど、はい、今回は、はい、このショルダータイプの他に、はい、リュックタイプ、あ、ランドセルタイプ、はい、背中に背負えるタイプです、はいはい、これが出ましたんで、はい、ロットケース、はい、リュックタイプ、はい、クッションっていうパターンか、はい、こっちのパターンか、2パターン選べるわけですね。選べるわけです、はい、なるほど、はい、ロットケースは2層でですね、はい、2層タイプですね、今回、はい、中の、はい、今まで浮きケースと、僕は浮きケースを入れてたんですけど、はい、ここの、まあ、収納ポッケっていうんですかね、はい、ポッケが、幅広になったんで、はい、ウッケースの幅広タイプってあるじゃないですか。 ありますね、はい、あれもきっちり入るように、はいはい、より大きいウッケースが入って、はい、それでいて2層なので、はい、まあ、最低限の容量は確保しながら、はい、コンパクトなになりました、はい、ということですね、はいはい、今回ですね、はい、まあ、すごく、コンパクトになりました。そうですね、はい、リター数もちっちゃくなって、はい、今までのやつよりも一回り、はい、二回りぐらい小さいですかね。ですね、はい、本当ライトヘラバッグらしく、はい、ですごく軽いです。なるほど、はい、どうしても僕ら釣り合ってる時に、はい、一回一回チャック閉めないじゃないですか。あ、こう面倒くさくてね、はい、ついついこう開け閉めがね、はいはい、でかといってやっぱりちょっとこう閉めときたいなって時に、はい、開け閉めが楽なようにでマジックがついてますんで、はい、止めれば、はい、なるほどね、多少の風でもこう舞い上がったりしない、はい、中が舞い上がったりしないで、はいはい、しかもちょっとこうかぶせタイプになってるわけですね、はい、そうです、かぶせタイプになってるから、まあ、そういった意味では多少雨なんか来てもすぐに濡れたりは、ね、しないです、しにくいと、はいはい、で、後ろ側なんですけど、はい、まあ、今回下にチャックがついてるんですよ。お、これは何のため、何のためかというですね、このカート、コロコロキャリアですね、はい、はい、なるほど、そこにこうはめられるようになってるんですね、はい、なってるんです。で、左右に逃げないように、はい、これで止めると。どうしても荷物が重いんでこう不安定になると、はい、コロッと落っこっちゃったりとかする部分が、はい、まあ、これで言うと固定されてるから、そうですね、紐でぐるぐる巻きにしなくても、はい、全然持ち運びができるってことですね、はい、なるほど、はい、じゃあライトで、はい、もちろんこうやって担いでもいいけど、はい、さらに楽ちんにコロコロ移行っていう方のために、ね、はい、さらにその用の機能もついてるってことですね、はい、もうこのまま、ね、はい、で釣り場に行ったら、はい、まあ、もうこのこういう風にもう使ってしまう、もう下ろさない、もうそれもありかなと、ありかなと、はい、なるほどね、はい、思ってます。今まであのクッションが、クッションですね、マジックでバッグに留めてたと思うんですよ、はい、あ、両側こうクッションが落ちないように、はい、マジックで留めてるのが多いですよね、はいはい、今回さらに落ちにくくするために、うん、はい、フックでやってるんですね、はい、簡単にもうこれでカチンと、はい、あ、なるほど、で両側についてるんで、はい、落ちにくい、落ちない、はい、今までだとどうしてもね、はい、ベルクロ外れて落っこっちゃったりとかしてましたけど、はい、これならもう確実ですね、はい、そうですね、はい、このリュックタイプも同じようにクッションが付けられるんで、はいはいはい、このクッションを、はい、そこにつけちゃうんだ、はい、でただほらブラン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 しちゃうと嫌じゃないですか、はい、ちゃんと下側にもついてるんで、おお、なるほど、こういう状態になるんです。あ、ちょっと背負ってみましょうか、はい、じゃあよいしょ、これノズリの時いいですね、ここにこれもついてるから、そうです、ベルクロこれつけると余計軽く、ね、はい、そうですね、はい、これだと両手が開くから、はい、とロッドケースを持って、はい、釣り台持ちますので、ね、はい、こうすると両手がこういう風な形で伝える時に、はいはい、こうやってノズリでもこう安心でこうバッチリですね。なるほど、普段の管理釣り場とかで軽いっていうメリットもありますけど、はい、特にノズリなんかも含めて、はい、こう2つのこうバックのスタイルで、そうですね、より楽に、はい、まさにライトに、はい、ヘラブラ釣りを楽しめるって形ですね、はい、じゃあ特にこのこれからの春ですね、はい、これでちょっと春のライトな釣りを楽しみたいと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、お願いします。